こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。あなたの未来、まあ、今のペースでというかね、まあ、今の日本、まあ、問題いろいろありますけど、まあ、それらの問題によって、まあ、どういうことが将来起こるか、まあ、それについてお話したいと思います。まず給料の先細り、これはあなたが公務員でない限りは給料は減ります。面白いもんでね、公務員の人の方が危機感があって、まあ、副業をやって稼ぐというような人多いんですけど、まあ、本来ね、非常に不安定な、会社員、しかも零細な企業に勤めてるとか中小企業に勤めてる人の方が、まあ、あまり現実を直視せず、なんとかなるだろうと、ね、日々仕事に勤しんでるという傾向があります。まあ、もっといい、まあ、給料は先細りします。あなたの給料は先細り、暮らしぶりは年々厳しくなります。何しろお金を使える人がどんどん減っているので、コストを安くするしかありません。当然賃金は下がります。もう現にね、急減速してます。昭和30年に5900円だった高校卒業して国家公務員になった人の給料、これが30年後には95,500円、16倍に増えてました。ところがその後30年で144,600円、 1.5倍にしか増えてないと。急ブレーキですよね。急減速、まあ、失われた30年ということですけど、まあ、日本が止まっている間に、まあ、他の国は成長したと、まあ、結果相対的に日本は貧しくなっています。しかし今後の状況は悪くなる要素が多いと。なぜなら人口は減って老人の比率だけ増えます。総人口の推移、ね、どんどん減ってます。そして働き方関連法案、これが採用されると残業代を、ね、合法的に払わなくて済むということになります。ただでさえ、ね、今、年収200万以下という人が一番多いわけですから、まあ、この割合がもっと増えていっちゃうと。今ね、この400-500万、中小企業だけどね、残業代で稼いでるとかいうような人がどんどんこっちに落っこっていっちゃうっていうのが、この働き方改革関連法案の中身です。まあ、そうするとね、その人たちを対象に、商売しているところでもどんどんしわ寄せいきますんで、まあ給料は残念ながらもう上がらないと。まあ、現在もね、異常なほど上がってないんですけど、さらに安くなる可能性が高いです。そして年金では暮らしていけません。まあ、これは当たり前ですけどね、この20歳から64歳の、要は働いている人口、ね、生産人口と、65歳以上、ね、養う必要年金を受給する人たちの比率が、もう1990年にはこういうね、見るからに大丈夫そうな比率だったのが、もう今や、ね、逆転寸前という形になってます。だからね、生涯現役とか言ってこの比率をこっちに戻そうとしてるんですけど、まあ、病院外で具合悪くなった人がね、働けるのかという問題もありますんでね、まあ現実的じゃないと。まあ年金は暮らせない。年金では暮らせないと。そうなると、もう最大のリスクは長生き。ね、長生きしないようにするというしかない。なんか寂しいですけどね、そういう未来が待っています。いや、じゃあ貯金をして備えましょうと言ってね、貯金をする。まあ、私のこの動画を見て、ね、アマゾン室で稼ごうかな、副業やろうかなという人は比較的所得も高く、ね、余裕のある人が多いんで貯金できますけど、残念ながら貯金も当てになりません。何しろ今日本はね、世界中で一番借金の多い国です。この借金をまともに返すことは不可能なんでね、まあ国は無理やりでもインフレにしようとしてますし、いや逆にインフレにしようとしなくてもね、インフレ圧力ってすごい高まってます。で、現に、終戦直後、ね、1934年から36年の卸売物価指数が1949年までには220倍になった。13年で物価が220倍になったわけです。まあ、2200万でね、家が買える金額の貯金があったと。ね、これ国債で持ってた話ですけど、国債で持ってたない貯金があったというのに、13年後にはね、2200万っていうのが、まあ、いわゆる10万円の価値、220分の1ですから10万円の価値になっちゃうんで、家帰ると思ったけどね、家族であんまり豪華なとこじゃなきゃ温泉旅行行けるかなというようなね、価値しかなくなっていったわけです。
これ今ちょうど2000万円必要だとかね、いや4000万だとかいろいろ言われてますけど、まあ、同じことが起こる可能性は高い。なぜなら戦争はありませんけど、まあ、戦争に匹敵するようなね、でたらめな国債発行してますんで、まあ、こうなる可能性は非常に高いというふうに言われてます。言われてますってかね、まあ、足し算と引き算ができたら、まあ、そうならざるを得ないというのはわかる話です。しかし、解決策はあります。アマゾンがオーストラリアでサービスを開始しました。日本に住んでいるあなたに、オーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。これらの問題を考えると、日本人には自力で稼ぐ力が必要です。